13世紀に描かれたダビデとゴリアテのエダビデと対峙するゴリアテゴリアテは旧約聖書のサムエル記に登場するペリシテ人の巨人兵士。英語発音でゴライアスとも呼ばれる。身長は6キュビト半、身にまとっていた銅の小山レカタビラは5000シェケル、槍の鉄の葉は600シェケルあったという。このため頼り、大型な生物の種商名や乗り物など、 巨大さの象徴としてこの名が使われている。サウル・オチカのイスラエル王国の兵士と退治し彼らの神であるヤハウェをあざけったが、羊飼いの少年であったダビデが投石器から放った石を額に受けて混虫し、自らの剣で首をはねられ絶命した。この故事にちなんで弱小な者が強大な者を打ち負かすバンクルはせの、例えをジャイアントキリングと呼ぶ。ダビデとゴリアテの戦いは、 第一サムエル記、第十七章に記されている。ペリシテ軍はエフェスダミムに陣を敷き、イスラエル軍はエルサレムの南西にあるエラの他人陣を敷き退治した。ペリシテ陣営からゴリアテという巨漢の戦士が現れると勇者を一人出して一気打ちで決着をつけようではないか。もし、お前たちが勝てばペリシテは、お前たちの奴隷となる。ただし、俺が勝てば、お前たちは、 ペリシテの奴隷となれと40日間、朝というの2回にわたって、イスラエル兵たちを恥ずかしめた。しかし、イスラエル兵はゴリアテに恐れをなし、戦いを挑もうとする者はいなかった。羊飼いのダビデは、イスラエル軍に参加していた兄に食料を送り届けるために陣営を訪れていたが、この話を聞くと意き通り、イスラエル軍を率いていたサウルに、ゴリアテの退治を申し出た。 サウルは初めは難色を示したが、他に手段がなかったため、ダビデの出陣を許可した。サウルは自分の鎧と剣をダビデに与えたが、ダビデは慣れていないので歩くこともできないからとそれらを身につけず、羊飼いの武器である杖と投石器と川で拾った滑らかな五個の石という軽装でゴリアテに挑んだ。ゴリアテは、さあ来い。 お前の肉を空の鳥屋のの獣にくれてやろうと、あざけったが、ダビデは、お前は、剣と槍を頼りに戦うが、私は、お前が殴った、イスラエルの戦列の神、万軍の主の名を頼りに戦う。戦いは、剣と槍の力で決するものではないことを、人々は知ることになるだろう。これは、イスラエルの神の戦いであると返答した。これを聞いたゴリアテは、ダビデに突進した。 ダビデは袋の中から一個の石を取り出し勢いよく放つと、石はゴリアテの額に命中し、うつ伏せに倒れた。ダビデは剣を所持していなかったため、混沌したゴリアテに近寄って、剣を奪い、首をはねて止めを刺した。ベリシテ軍はゴリアテの予想外の敗退により、総崩れとなり、イスラエル軍はダビデの勝利に歓喜の声を上げた。イスラエル軍は敗走する。 ペリシテ軍を追って、ガテやエクロンまで追撃して、勝利を収めた。この戦いによりダビデの名声は広まり、サウルの側近として使えるようになった。なお、聖書の記述でゴリアテを殺したのはダビデであるとするほか、エルハナムが殺したとする箇所がある。歴代史でも同様の記述があり、ゴリアテの兄弟のラフミが殺されたと記述されるが、 近帝訳聖書に翻訳された時に矛盾を解消するため付け加えられたとも言われている。サムエル記に描かれた戦いでは他に、石ビベ,ベノブ、失敗、達少の人物の三人の巨人が登場し、堀彩と共に巨人の子孫とされる。石ビベ,ベノブは、重さ三百シェケルの聖堂の槍を持っていた。ありがとうございます。